レッツボルトイン。ウォーターファの秘密基地。ウォーターファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。超電磁マシーン、ボルテス5。超合金魂、ボルテス5。50th anniversary バージョンだ。全国のガンゲロー集結せよ。早速行きましょう。超合金生誕50周年に、発売4種類がラインナップになっていて、一つが前回レビューしたゴライオン、今回のボルテス5にコンバトラー V とゴールドライタン、50周年記念にふさわしいカラーリングとなっているバージョンですね。ちなみに僕は通常のボルテス5もすでにレビューしているんだけど、これね、型が少し違うんですね。まあ、今日はその辺の違いと、あとは変形合体、この辺をね、中心に、レビューをお届けします。さあ、ボルテス5のニュースといえば、やっぱりなんといってもね、フィリピンで、このボルテス5は大変人気があるんだけど、リメイク作品が作られました。ボルテス5レガシー。それが日本でもいよいよ劇場版公開となるわけですね。50周年、50のロゴ、背面。5台のマシンが、ボルテス5に変形合体します。開けろ。超合金魂といえば付属品がとにかく多いです。一通りの劇中に登場した様々な武器、オプションパーツなど豊富に付属しています。そして、じゃん。中はこのように入っています。内蓋のような厚紙は今回はなし。というわけで5台のボルトマシンからじっくり見ていこう。じゃん。5台のボルトマシン。まずはボルトクルーザー。アニメや設定ではホワイトのところが重厚感のあるシルバーとなっています。あとはボルテス5に合体した時に頭部を担当するんだけども、この白い縁があるのが特徴ですね。ちなみにボルテス5レガシーでも白縁がありの状態になっています。ちゃんとランディングギアがあるんですよね。コックピットシートが開閉します。中のケンイチ、もしくは海外ではスティーブ。めっちゃちっちゃいんだけどね、ちゃんと造形されています。あとギミックとしては、見えたでしょうか？ここにミサイルがあるんだけど、重力でこうストンとこう入る方式になってますね。気づいたら中に入っています。オリジナルの GX31 のボルテス5のボルトクルーザー。ホワイトの部分が今回シルバーになっています。赤の発色も、より今回の方が良くなってますね。一段明るめになっています。ブルーのクリアパーツも自分の肉眼だとより一段濃くなってますね。ボルトボンバー。もともとシルバーの塗装だったんだけど、そこがメッキになっていますね。ここも同様にホワイトの解釈がシルバーで塗装。コックピットの部分。開閉ギミックはさっきのクルーザー以外はないんだけども、中のシートも作り込まれています。ランディングギアは取り外し式になっています。で、昔の玩具のように、機種のところからランディングギアが出てくる。この3点方式も再現できます。さあ、これも比較しましょう。これかなり変更点があって、まずオリジナルから先にちょっと見ようか。こういう風になっていて、設定通り黄色いところがあって、手首が中に内蔵されています。で、カバーをこっちに持ってくると、ボルテス5の腕になると。いうわけです。で、さらにこれ下に下ろし、中のユニットを引き出すとボルテスバズーカ、ここまでね、変形で再現できるんですね。で、対して今回のやつは最初からその変形部分を丸ごとオミット、ここが差し替えになっています。だから手首を取り付けたい場合はこうなるし、ボルテスバズーカはもうこれ専用のユニットになってるわけですね。こういう風になります。この動画を見てるあなたはどっちが好きですかね？まあ、僕は無論こっち一択ですね。ただし、これメリットデメリットがあって、こっちのバージョンは肘が一軸しか稼働しないんですね。こっちは引き出し機構が増設されて二重関節になってると。つまり劇中には登場しなかったけど、ボルテス重戦車に変形ができるという。なので、そうだね。まあ一長一短かな。ボルトパンザー。これも仕様が変更されていますね。このキャタピラの部分。ここのアームのところが変更になっています。これもよくできていて、引き出してパンザーアーム。これもちゃんと再現されています。
お腹に当たる部分なんだけど、ここはメッキになってますね。こういう感じ。そう、さっきも言ったように、そのボルテス重戦車ができる関係でここがちょっと長くなってて、さらにここはね、引き出して伸びるようになってます。対してこっちはボルテス重戦車になることが考えられてないので短いです。がボルテス5になった時の収まりはこっちの方がいいですね。こっちはね、少し背面がごちゃつきます。パッと見のプロポーションも単体で見るとこっちの方が整ってるかな。さあ次、ボルトフリゲート。これいいですね。これはね、造形の変更点特になかったような気がします。昔の玩具のようにね、メッキになっています。ここ綺麗。コックピット部分。アンテナの部分は軟質パーツですね。後ろ。これはランディングギアがちゃんとあります。比較してみましょう。おー、あ、よく見るとね、この、これさっきのボンバーなんだけど、クリアパーツ。これはマシンによってクリアパーツのクリアの度合いが違うのかな。クリアブルーがこれ薄くて、これはこれでいいですね。最後はボルトランダー。これコロ走行ができます。サスペンションが効いてて、ボルテス5に合体するとスプリングでコロが沈み込むようになっています。これはおなじみのギミック。ここを反転させるとランダードリルが出てきます。これもメッキになってますね。アンテナの部分は軟質パーツ。これもね、ギミックの変更は特になしなんだけど、関節、ロボットになった時の足首になります。なのでね、少しね、関節の強化がされているかな。さあお待たせ、今日のメインですね。合体させましょう。レッツボルトイン。今回のオタファテクニカルレベル、そうだな、ズバリ3。まあ、そんなに僕は難しくないなと思ったんで3としました。特別、超難しいっていうところもあんまりないです。劇中のように合体できます。ランディングギアを収納。ちゃんと設定通り、ここが、このように頭部の展開ギミックができます。これいいですね。ピタッと。行くところが気持ちいい。さあそしたら今度はボルトボンバー。まずは、おちょちょちょ、そうそう、これめっちゃポロポロしやすいですね。これはつけててもよし、外してもよしです。ランディングギアを処理して、でまずちょっとみんなにお見せしたいのが、これは取りますね、交換式なん でこれに差し替えるとなると、昔のリスペクトでこのまま拳がついててもいいかなと僕は思うんだけど、どうでしょう。懐かしみたい人はこうでもありかなと思います。さあそしたら今度は尾翼ですね、引っ張る、後ろに持っていくと。でこの時よーく見るとね、ここちゃんとポッチがあるんで、しっかりとロックできます。これ嬉しいですね。この尾翼自体は軟質パーツ。そしたらここを開く。そしたらここ、これが接続ジョイントになってて、これマグネットです。結構弱い、くっつきました。さあどんどん行きましょう。ボルトパンザーカバーがあります。で機種を押し込む。機種、コックピット部分。そしたらアームを回転、押し込む。反対側も同様か。そしたらこれを合体させると、劇中のようにスムーズには、あ、取れた。そのままお見せしよう。うん、そうだね、どちらにしてもここでテンションかけるんで、一回外した方がいいよね。こうパチッとロックさせます。よいしょ。さあそしたら、おお、わずかな弾みで結構取りやすいなこれ、さあ次はボルトフリゲート。ここガングらしくて好きなのが、グッと押し込むと中に収納される。でこれがスイッチになってて、これを押すとパチッと出てきます。
押し込んで反転して押し込む。そうすると合体ジョイントが出てきます。ランディングギア収納状態はこの状態ですね。こうでウィング畳んでランディングギアを収納して機種を押し込むと。でこれをここで合体させると。最後はボルトランダー、アンテナを前方に持っていき分割、角度を変える。劇中の合体バンクでもおなじみですね。でこれを本体に合体させれば合体完了。ボルテス5。おお、見事に変形合体しました。これが 50th アニバーサリーバージョンのボルテス5ですね。もうご覧いただいた通り、上腕、お腹に太もも、ここがメッキになっています。綺麗ですね。でこのメタリックブルーの色合いもとっても綺麗です。横、そして後ろ。余談なんだけど、今回のバージョンは少しここに隙間ができています。まあこれは元々の型だからしょうがないか。触った感じだとね、このマグネットが、クルーザーのマグネットがちょっと弱くて、変形合体中にポロッとするところはありましたね。頭部、これまた造形と塗り分けが細かい。この白縁がある方が個人的には好きですね。アニメではないんだけど、結構立体物とかなんかイラストだったりすると、この白ライン、他のボディのボディにあった白ラインはなかったりするんだけど、この頭にはあったりとかするんだよね。でさっきも言ったように、今回のボルテス5レガシーもこの白枠があります。各部のメッキが綺麗。これ触るとき僕は手袋はめたいですね。オリジナル版と比較しましょうか。違うんだよ母ちゃん。そうだね、各部のメッキとかカラーリング、ブルーのところもメタリックになってたりとかして綺麗だな。ホワイトだった部分がシルバーになってたり、細かい部分かなり違うっていうのと、あと造形だね。これはギミックが変更されただけじゃなく、長さもこっちの方が長くて、ボディのバランスで言ったらやっぱ今回のやつの方がいいっちゃいいんだよね。あとこっちはシルバーだった塗装が、この色に合わせてる、ブルーに合わせてます。顔周りの白縁ありなし。この背中周りの密着度はこっちの方がいいかな。ボルテス重戦車を再現するためにどうしてもこの部分だけね長くなってます。まあ昔の玩具っぽいっちゃぽいよね。後ろ、さあこのまま比較しちゃいましょう。ボルテス5といえばやっぱりコンバトラー V を横に並べたい。というわけで今後 50th アニバーサリーバージョンも出るんだけど、まあコンバトラー V ですね。これは GX50 といい、まあバージョン2に当たるものになります。これもおそらく各部のシルバーのところがメッキでアレンジされたものが今後発売予定になるかなと思います。この型もねいいっちゃいいけど、ちょっとねふにゃっとするところとか、各部異常に硬くて分離するときに塗装剥げが起きちゃうようなところもあったりとかするっちゃするんだよね。あとは最初に発売されたバージョンよりもちょっと背が高くなってます。なので設定ではボルテスの方がでかいんだけど、まあ、これと並べるとほぼ身長差がなくなっちゃうんだよね。同じ 50th アニバーサリーバージョンのゴライオンと、これも各部メッキが追加されてるのプラス、いわゆる昔のデラックストイのように黒パンツになってるところかな。カラーパターンも少し違います。というかでかいですね。ボルテスとコンブイはちょっとだけ小さいです。あとはもう一つぐらい並べてみようかな。ポーズプラスメタルシリーズの42周年記念バージョンの戦国魔人豪将軍ですね。これも今回のやつ同様に、一部ねシルバーで塗装だった部分がメッキになっているっていうところで、ちょっと近いなと思って並べてみました。アニメカラーになっています。他のメーカーのものと並べてもいい感じです。わかりやすい大きさとしていつものガンダムくんも並べてみました。ボルテス5自体はそこそこ大きいんだけど、他のものが結構大きかったりします。天空剣、僕この超合金魂版ですごく好きなところがこれですね。この取り出した胸部のマークがちゃんと変形するんです。こういう風になっててぴったり伸ばしてあげると天空剣になります。
これ愛があっていいよな。実際にこれを持たせることはあんまりないと思うけど、でもこういうのを取り入れるっていうところが本当に面白くて愛があって好きですね。これはこれで実際に手に持たせることもできます。もちろんちゃんと造形重視のものもねついています。刀身の部分はメッキで、外したところにはねカバーがあって、こういう風に取り付けます。天空剣 V の字切りといった感じで、このように各部が動いて、まあ、ある程度のポーズを取らせることができますね。このように天空剣も持たせることができます。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回の超合金魂ボルテス 550th Anniversary バージョンのレビューいかがだったでしょうか。まあ、今回は細かいギミックとかじゃなくて、まあ、主に変形合体と、あと一番最初に発売されたやつとの型の違い、それからまあ全体のカラーリングとかいろいろ見てきました。その辺が中心だったんだけど、まあ大体どういうものか分かっていただけたかなと思います。これはね、そうだね、まず感じたのはこの頭部、これがねマグネット頼りの接続なんで緩いです。これはね、今回の商品に限らず、もともとこの超合金魂がそうなんで、比較に出したあれも同じぐらいの渋みでした。だからこの型自体がね、この頭部の接続緩いです。あといくつか気になるところもいろいろあるんだけど、まあいかんせんこの型自体がもう15年以上前か、結構前のものなんで、まあその辺は致し方がないかなと思います。ボルテス5に関してはそうだね、同じ超合金魂でも合体しないフルアクションもあったりとか、超フラッグシップなデラックス超合金魂もあったり、はたまた触眼の SMP でも出てたりとか、まあ他社でも変形合体するもの出てたり、まあいろんなものがあります。だからあなたから見ていいなと思ったものを購入するのがいいかなと思います。僕的にはそうだね、これ超合金のアレンジらしくていいなと思いました。まあメッキは人それぞれ好みがあるかなと思います。あなたはどう？メッキ好き？僕はなんか最近はあんまり好きじゃない。いや、言ってること矛盾するかもしれない、確かにね、超合金らしくてメッキ好きなんだけど、まあ触るとなるとやっぱこういうものを用意しなきゃいけなかったりするんで、まあ扱いにちょっと苦労するかなと思います。本当に好き好きです。あとはギミックだね。そうそうそう、これ完全変形じゃないんだよな。まあ悩ましいとこなんだけど、本当に人それぞれかなと思います。一つアドバイスすると、長年玩具コレクターやってると分かるんだけど、ボルテスは履けるときに一気に履けます。いきなり市場からなくなるのがボルテス5ですね。これとか、あとメガゾードとかね、大獣人とか、やっぱり海外で人気あるもの、ゴライオンとか、日本のみならず海外で人気あるものっていうのはいきなりなくなります。特に顕著なのがボルテス5ですね。改めて今回で4個目の超合金魂なんだけど、これ振り返るとね、どれもそんな感じで急に履けてなくなりましたね。なので前々からこの商品気になってるなっていう方は、なるべく早めの購入をおすすめします。特に今回ボルテス5レガシーがやることになり、よりこう注目を浴びるんでね、みんな求める人も多くなるんじゃないかなと思います。気になった方ぜひゲットしてみてください。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったよ、俺もボルテス5が好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、たま、僕はスパロボで使ったことあるよとかね、あ、僕はこの変形型ギミックが好きとか、あ、おたま、僕はメッキすごい好きだよとかね、今回の商品のこと、他の超合金とか、他のおもちゃのことなど、どんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは、あ、余談なんだけど、今度やる、このボルテス5レガシーは、本当に最高です。最高のリメイク作品なんで、ぜひ見てください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。親に、はぐれた。出血せよ、ミッションを繰り出せよ、変形合体憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの秘密基地。